おはようございます。今日もよろしくお願いします。大臣冒頭お願いします。特にございません。じゃあ幹事社から1問お答えください。グループ活動の存続が注目されていましたスマートフーなんですけれども、はい、昨夜民放のテレビ番組に出演して、はい、存続するお考えを。はい、示しました。はい、大臣この騒動どういうふうにご覧になっていて、はい、この存続というのはどういうふうにお考えになっていますか。はい、昨日女房があんたちょっと大変なことになってるよって言うから何かなと思ってですね、一緒に生中継を見ました。フジテレビでしたよね。注目をしておりましたが、5人揃ってですね、お騒がせをしたことの、お詫びもありましたし、これからも前を向いて一生懸命やっていくということでありましたので、女房と2人で、よかったねと、うちの、女房も芸能界にいるものでありますから、芸能界のしきたりということはよく分かっているわけでありましてですね、それを踏まえてもですね、5人一緒でよかったなというふうな。我々夫婦の家庭内の感想であります。私自身も良かったと思っています。はい。はい。共同通信のです。はい。日本祭についてお伺いします。はい。先週から公募が始まり、第2弾の認定に向けた公募が始まりました。昨年18件認定されてですね、観光客が増えたりとか一定の効果もあって実際の期待も高いと思うんですが、どういった提案を今年期待されるか、所感のコメントをお願いできます。はい、ありがとうございます。日本遺産、東京オリンピック・パラリンピックの大会までに全国で100カ所と。私自身学生時代国文学を勉強しておりまして、歌枕という概念について研究課題でありました。その土地においてどうして、歌枕の場合には地名でありますけれども、日本遺産の場合にはその土地ならではの文化遺産、それが建物でありましたり、風習とかお祭りであったり、あるいは食べ物であったり、なぜその土地に残ってきたのか、それが総合的にですね、残ってきたのか、このことを評価をして、文化を評価するとともに未来に、しっかり伝えていこうと、子どもたちに地域に伝えていこうと、こういう趣旨でありますから、埋もれた日本遺産という言い方の方が私自身の考え方にはちょっとぴったり合ってるかなと。今までやり過ごしてきた地域の、風土性のあるですね、文化遺産を、集約をしてテーマを持ってですね、そして人が生活する上での、ストーリー性があった方がいいなと、こういうふうに思っておりますし、魅力のある、文化遺産、日本遺産として、独特のですね、風味を醸し出してくれればいいな。昨年私はこれをなるほどこう来たかと思ったのは丹波篠山のですね、出鑑賞節でありまして、なるほどと思いました。今年もいろんな提案がなされると思っていますので、楽しみに待っております。ちなみに大臣自身は去年あった18件の中で行かれたい場所ってございます。ほとんど行っておる場所ばかりでありますので、その中で特にこれはということは特にありません。なるほどなという思いが強くあります。はい。毎日新聞の二木さん、どうぞ。奨学金について、はい、昨日の予算委員会の給付型奨学金の検討会から議題になりましたけれども、今現在、所得連動型の制度設計が進んでいる最中でありますが、はい、この給付型奨学金についてですが、学生支援機構の中に作るイメージなのか、あるいは例えばビタルジャパンみたいなのは、基金という形でやるのか、何か現地のイメージみたいなのが。はい、私のイメージとしてはですね、文部科学省が指導する形でですね、給付型の奨学金をやっぱり制度として作る必要があると、そういうふうに強く思っています。なぜかといえば、当然まず財源の議論をしなければいけません。2つ目には対象者をどう絞り込むかという議論も必要です。3点目には制度でありますから、システムとして公平公正なシステムできちんとお渡しをすることができると、そういうことを、この大きな論点を十分に検討した上でですね、給付型の奨学金制度はやはり必要だと思っています。やっぱり家庭の経済事情で進学を諦めざるを得ない、特に2人3人が私立の高校大学と重なる時期ってあるんですよね。非常にこれが負担感をご両親にもまた子どもたちにも与えていると思います。そのことを踏まえた上でですね、やはり限定的という言い方をした方がいいと思います。誰でもというわけには参りませんが、高等教育ですから、本当に意欲と能力のある学生に対して、そういう子どもたちがですね、学ぶ機会を奪われることのないような支援というのは、やはり文科省が主導する形でやるべきだと思います。その上で、やはり財源についてはですね、考えなければいけないので、財務省との協議も必要でありますから、そういうことを進めていく必要があると強く思っています。はい、日本経済新聞からです。はい、もちろん問題についてお伺いしたいんですけれども、委員の方にいろいろお話をお聞きしまして、2月にやっぱりぜひ現地に行ってですね、はい、文書を現地を出たいという意見ございましたけれども、これに関して大臣もしないからご指摘ください。2月に現地に行く必要があると思っています。12月28日に第1回、総括をして在り方を考えて、そして具体的な運営主体とはどうあるべきかという3段階の議論をすべきだと申し上げました。で、昨日連絡したと思いますが、今月28日でしたっけ、はい、だったかな、28にまたさせていただきまして、これは電力と気候と呼んでですね、保安管理の実態をですね、ちゃんと話をしていただくと。であるならば、早い段階で、委員の先生方に現地に行っていただいて、行っていただくだけではなくて、職員の皆さんとの意見交換は必要だと思います。その上でですね、総合的な観点からの議論を進める必要があると思っています。で、2月の早い段階で、現地に視察に行っていただくように、事務方にもお願いをしておるところであります。はい。朝日新聞の小野さん、なんかないですか。はい、よろしいですか。どうぞ。宜野湾市長選なんですけれども、大変接戦が報じられてますけれども、はい、大臣としてですね、その沖縄に一応深く関わってこられたということもありますので、はい、何か応援に入られたりするご予定はあるかとか、あるいはその働きかけ等々行っていることがありますでしょうか。またそのこの結果についてですね、佐喜眞さん勝つか、あるいはその島さん勝つかという今後の政府の対応をどういうふうに考えているかということです。はい、今の段階で私から選挙のことでもありますので、コメントはいたしません。他いかがでしょうか。どうぞ。はい。文化庁の点についてなんですけど。文化庁の点、はい。いろいろな報道が出ておりますが、改めて大臣との2点。文化査庁の移転というのは何を意味するものだと理解していただきますか。はい、これは根本的なご指摘だと思いますので、一度私も皆さんにもゆっくりお話ししたいと思っておりました。今、地方創生の観点から政府側から自治体に投げかけをしてですね、手を挙げていただいたという経緯になっています。私自身は我が国のですね、精神文化の原点という一つの表現の仕方をしておりますけれども、日本という国の文化は何なのかということを考えた場合に、それは私やっぱり京都に一つ軸があるというふうに思っています。文化があるとかですね、文化財がたくさんあるとかという観点で、文化行政の文化庁をどこに置くかということをやっぱり判断するというのは、一つの私は考え方だと思っています。当然東京にあった方が便利であることは言うまでもありません。しかし我が国の精神文化の原点である文化、京都にその軸があると思っています。そしてその文化庁がどこに存在し、文化庁の長官がどこにいて仕事をしているか、そして地域の皆さんが文化行政にどこまで貢献すべきかと誇りを持って思っておられるか、こういう論点で私はずっと見ておりました。というのは今回だけではなくて、長い長い間文化庁を京都にやっぱり戻してほしいというか、移転をさせてほしいという声が多くございましたのでですね、そういう観点からも京都のオール京都の皆さん方のご意見に真摯に耳を傾けなければいけないし、同時に文化庁には300人ぐらいですか、職員は。もっとかな、200弱ですね。やっぱり200弱、職員もおりますので、職員のやはり生活とか住まいという、これ現実的にも考えておかなければなりません。それ以上に予算、あるいは国会説明、国会答弁、こういった実務的なことも考えて、したがって総合的に判断をしなければいけないと、こういうふうに思っています。ただ後半に申し上げたのは実務的な問題であってですね、私は最初に申し上げたですね、我が国にとってのですね、精神文化の原点が一つ京都に軸があるとするならば、私は京都に文化庁があるということの大きな意味をですね、私は多くの皆さんに知ってほしいなというふうに私はそう思っています。同時に文化財とはなぜ文化財なのかとかね、芸能とか美術とか工芸とか、ございますけれども、なぜそれが文化として認定されているのかと。私は議員時代から、例えばこれぞこれからの日本文化の象徴だとこう言い続けてきた漫画とアニメとゲームという、こういったいわゆるソフトコンテンツにしてもですね、今の時代性においては我が国を代表し世界に発信すべき文化資産だと思っています。ということは当然伝統があればですね、伝統を破壊していくですね、やっぱり現代性といったものも一つの文化の中には入るんだと思います。そういった意味で私は文化庁が今後果たすべき役割、そのための機能、象徴していえば文化 GDP の発想、こういったことをですね、内包しながらですね、文化で日本を元気にしていくという、そういう発想もね、私はアピールする必要があるのかなと思っています。京都に文化庁があった方が良いというのはそもそもの私の考え方ではありますが、ただ行政の実務上ですね、十分なやっぱり検討をしなければならないというのはこれは当然でありますから、そのことを踏まえて石破大臣ともお話をさせていただいていると、そういうことであります。よし、さて時間これで、はい、ありがとうございました。はい。